めるのはロリポップです。カラーズティーンズモデル、ボイスダンススクール生から結成されたユニットロリポップ。2018年に3月にシーブリーズやマクドナルドの CM に採用された。女優を目指し上京した池間夏美が卒業、その後新メンバーを加え再スタートしました。なんと今日が初ステージです、ね、楽しみにされていた方もたくさんいらっしゃると思います。私も楽しみです。それではご覧ください。ロリポップです。どうぞ。聞いてください。